ださったなれ様、ゆるく様、本日もポチッとありがとうございます。ということで本日は品川アクアパークに行ってきます。はい、ということで後撮りなんですけど、今日は品川アクアパークにナータンと初めて行ってきたと思います。ナータンちゃんと水族館とか動物園とか行ったことなくって、動物と触れ合ったりとか、まあ、うちにあのうさぎちゃんがいるので、うさぎちゃんと触れ合ってはないけどね、近くに動物はね感じてはいるんですけど、あの水族館は行ったことないので、ちょっとどんな反応するのかなというのと、認識がどうなんだろう、するのかな、どんな反応するのかっていうのがね気になるところであるんですけど、まあ、まだね6ヶ月、まだね7ヶ月くらい、あんまり楽しめるのかちょっとわかんないんですけどもね、今日はイルカリタッチとかもあのしたいなと思ってるので、ちょっとナータンちゃんの反応も楽しみながら一緒に楽しめたらと思います。で、なんとアクアパークでは今ベルサイユのバラとのコラボがやってるんですよ。私宝塚を好きになったきっかけというか、宝塚を知ったきっかけがベルサイユのバラのあのアニメじゃない、あの漫画だったんですよ。ベルサイユのバラの漫画を初めて知って、そこからあのアニメを見て、知って、宝塚舞台でこういうのやってるんだよ、まあ、実写版やってるんだよみたいな感じで宝塚に繋がったので、もうベルサイユのバラ結構好きで、はい、やっぱりすごいですよね、あの美しい絵、素晴らしいですよね、もの皆さんちょっと見てほしいなと思います。はい、ということでですね、なのであのこういったちょっとピンクの洋服を着させていただきました。で、ナータンちゃんはまたちょっと見せてもいい、みんなに、よいしょ、よいしょ、はい、見て、メソピアノなんだよこれ、ファンの方からいただいた超高級品の洋服ね。今日はお嬢様プリンセスコーデということで、アクアパークに行ってきたいと思います。どうぞ。ベルサイユのバラを意識してこんな感じのお嬢の服を着てきました。ちょっと先にショーがあるので先に行きます。続きました。そして赤いボックスに入れ直して
見事なできました。今からイルカショー見ます。さすが上手です。すごいいい写真だ。つい買ってしまった。これは欲しくなってしまったね。思い出だね。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。ナナタナちゃんちょっとね、大きい音が苦手なんだよね。ちょっとあのイルカショーのところで泣いちゃったね。前もほらディズニーランドのパレードの音楽で泣いちゃったから、ちょっともしかしたら大きい音苦手なのかね。うん、普段ねやっぱ静かだからね、ここがね。私がもっと大騒ぎしたらいいのかな、慣れるかなってな感じで、生後7ヶ月の赤ちゃんとアクアパークに行った動画でした。皆さんも参考になったらいいなと思いますね。ちょっとまた自分が行けるタイミングでナナタンとの思い出も作れたらなと思ってます。ありがとうね、付き合ってくれてありがとう。でもカオスさん可愛かったね。では皆さん、またねー。